説教付きだったけど、それなりには楽しめたかな。正座などするものではないな。道、和の心とは格も困難なものであるとは。グリシーヌさんは正座なんてしたことなかったんですから、仕方ないですよ。ねえねえ、今日もみんなで背中の流しっこしようね。僕先頭。気持ちはわかるけど、これ犯罪やで。不女子の入浴を除くと、この場で成敗してくれる。グリシーヌ、そこまでしなくても。お兄ちゃんのエッジ、ビーニーだ。イチローのエッジ、いいだ。隊長がこんなことするなんて、軽蔑する。注意も注意ですわ。入っているなら入っていると言っていただきたかったですわ。まあそうだな、事故みたいなもんだし、あたいたちも不注意だったかな。カンナさん、素晴らしいです。エッチな大神さんを許すなんて聖母様のようです。それで隊長、この件についてきちんと説明してくれますね。ほら、言えよ。何かあるんだろう。すまないじゃないです。グリシーヌさん、この恥知らずを教育するです。気が合うな、赤い貴族。私もそう考えていたところだ。待ちなさい、グリシーヌ。ここは厳重注意で。隊長が望んでいることだ。軍人としてこのままでは生きてはいけぬだろう。まだ結婚前なのにこんなことになるなんて。この上はもう大神さんに責任を取ってもらわないと。どういうことだ隊長。私の婿になるのではなかったのか。この東京に来てからも貴公は私に婚姻の約束をしていたではないか。言い訳は許しませんわ。この件につきましてははっきりとさせていただきます。全員集合したな。よし、これよりミカサ撃破作戦の説明を行う。帝国歌劇団、パリ歌劇団の花組は長芸丸にてミカサに強襲をかけます。その後、外壁部を移動し環境部分を制圧、敵魔装騎兵を撃破します。
みんな頼む、ミカサを止めてくれ。でも大神藩の後部はまだ修理が完了してへんで。そいつは心配いらねえ。カスミ、モニターに出してくれ。帝国歌劇団の最終決戦兵器、装備だ。装備完成してたんかいな。星エネルギーを工場者の霊力で制御する新型量子核機関を搭載、天部を超えるパワーを出すことに成功した新型機体だ。大神、お前はこいつに乗れ。ラーガカ、頭部はそのパワーの強さのために一人では制御できん。二人の霊力でようやく制御が可能になる。しかもお互いの霊力が調和しなければ、霊力の暴走により搭乗者の精神は破壊される。そして今装備に乗ることができるだけの霊力を持っているのはグリシーヌ、ロベリア、エリカ、コクリ、ハナビ、以上5人だ。大神、最も信頼のできるパートナーをこの5人の中から選ぶ。お前が一生をかけて守っていきたいと思えるパートナーをな。任せ、私は貴公の決めたことに従おう。仕方ないね、最後まで付き合ってやるよ。大神さん、いいですよ、私信じてますから。大丈夫だよ、僕が一郎を守ってあげるからさ。大神さんのお望みのままに、私はどこまでもついていきます。よかろ、飛行と共にあれば恐れるものなど何もない。よし、帝国歌劇団とパリ歌劇団、二つが一つになったな。帝国もパリもねえ、おめえたちが平和を守れ、大神歌劇団がよ。よし、反撃の準備はできたな。状況はどうだ。はい、ミカサは砲撃を続行、地上の魔装騎兵は軍によって、いえ、ダメです。浅草、銀河で撃破した大型魔装騎兵2体出現、軍が後退していきます。大型魔装騎兵の出現により金色の蒸気が広がっています。なんてことを。これでは帝都はもうすでに壊滅したも同然だわ。長休み、全てを無に返すつもりか。ミカサを取り返したとしても帝都は。隊長の言う通りだ。敵と戦う前に己に負けてどうする。うちらが力を合わせたら大
何でもできるはずや。今までかってそうやったやないか。そうですよね。みんながいれば大丈夫ですよね。了解。隊長、この戦いに勝つ方法は一つです。過激団を二つに分けましょう。それしか方法はありません。地上には大型魔装機兵が2体出現したから、その戦力差から考えて三笠強襲部隊5名、地上部隊8名が妥当だ。いらないよ。代わりにあのミカサは私がいただくからね。よし、決まったな。これが最後の戦いになる。俺にもこの戦いの最後がどうなるかわからねえ。だが、おめえたちなら、大神歌劇団ならやってくれると信じている。08-26時をもって作戦を発動する。大神、出撃命令を出せ。当然だ。確認するまでもない。行くぞ、大神歌劇団出撃だ。